おはようございます。今回はですね、 YouTube をされてる方にサムネイルの作り方2つお知らせします。もう爆速で作れます。それではですね、ご覧ください。まず1つはですね、この iPad を使って ISO で作るやり方です。これがね、私がね、2013年からもう始めてる一番長い方法です。ポップキットというアプリを使います。もちろん無料です。ポップキット新規で作ると、ポップキット開くとこういう画面になるんですけども、ここにですね、例えばね、背景を選択しますね。背景はあらかじめ登録していたこんな背景とかをね、出すわけなんですよ。そこに今度は文字っていうのを入れると、文字を入れるコマンドが出てきますので、宇宙人が野菜好きだというとかね、打ちますよね。で、太さを変えたり大きさをこうやってね、ワンタッチで変えれるんですよ。ドーンとこうですね。はい、どうでしょうか。簡単にできたと思いませんか。で、アイテムっていうところでも画像を入れることもできるんですよ。こうナイト2000をね、ボーンと入れたり、こうね、簡単でしょ。こういうふうに車入れたりね。で、保存とすると保存できて、で、こうね、例えば私が今まで作ったのはこんなやつですね。こんなのがあっという間にできます。こんなもできます。こんなもできますね。これっていうのはこういうふうに動くわけですよね。こうこうね。で、こういうふうにちっちゃくしたり、ちっちゃくしたりね、ピンチアウトとか、すごい使えるんですよ、これ。ね。で、こういった半透明のも動かせると、こういうのができます。いろいろとね、テンプレートもありましてね、ほら、テンプレート、こんなやつとか、ね、スーパーに、お勤めの方とか、すごく使えるんですよ、これ。もう、いろいろ遊べちゃうというね、テンプレート。テンプレートもね、もともと作ってくれてるやつなんで、すごく使いやすいということです。これが1個目のサムネイルの作り方。YouTube ね、すごく使えます。で、もう一つの方法が、こういうふうに Google のね、画面から、例えば年金とか言って、検索しますよね。で、画像をってやると、まあ年金関係の画像ってこうやって出るわけですよ。例えばこれ使ってみましょうか。これを使って、どうするかと言いますとね、この画像を取り出したら、これをね、編集ってやつで、ペイントを使うんですよ。これペイントっていう、Windows に最初から搭載されてるソフトなんですけど、これをこういうふうにぐーっと広げて、ぐーっと広げて、あとこの文字でですね、年金崩壊だ、みたいな文字を入れて、文字のサイズをこうやって決めると。で、色もね、こうやって付け加えることができるんですよ。で、これで上書き保存すると、はい。これでサムネイルが1個できましたね。これ、うん。これもなかなか使えます。私がね、1分以内で作ろうと思ったら、このペイントっていうソフトを使いますね。先ほどのポップキットは、じっくり作りたい時とか、まあ、それなりのものを作りたい時とかに、使えるかなっていうところです。はい、以上です。いかがだったでしょうか。